はい、おはようございます。インターネットのテレビ局マチカフェ TV の生中継が入りました。今東京地裁前ですね。今日は注目の小沢陸山会冤罪事件のですね、判決が10時から言い渡されるということで、多くの報道陣、そして、傍聴席を求める傍聴人の方のですね、人でごった返してますけど、中に今愚民党さんが来ましたですね。小沢陸山会冤罪事件解決に向けて活動する国民のエース、愚民党さんでございます。おはようございます。おはようございます。はい、小沢さん向こうから入るから、いやいや、それいいです。ここでずっとやってる。僕はここにいます。あ、別に後で小沢さん向こうに入りますか。向こうに行ってますか。向こうにみんな待ってますか。はい、ミキさん、おはようございます。愚民党さんについて、行く方はね、入り口の方に行ってますので、私はここでいろいろと演説してますので、お願いしますね。あ、ミキさん、おはようございます。あっちから入廷するんですよね、入り口があるから。はい、1年以上活動してまいりましたが、いよいよ小沢陸山会冤罪事件の判決日になりましたね。全くこの日本の司法のこんなにもひどかったのかという司法機構の仕組みが分かってまいりましたけどね。まあ、司法機構といいますのは、三権分立の中で司法と呼べるのは、まあ、裁判所ですからね。検察、警察は行政の、執行機関の中に入ってますから、厳密に言えば検察、警察は行政の国家機関だということになります。しかし、この2つとですね、裁判所を合わせて、司法機構というふうに一言でね、表すことができると思います。検察審査会のことについて、いろいろとね、あれは、三権分立のどの枠組みにも入らない組織だとか、いろいろ、いや、司法だとか言いますけど、あれは完全に行政機関の一つの不服の申し立て機構ということになりますよね。検察という行政処分では裁ききれない、検察という行政の処分では裁ききれない犯罪をですね、裁判所で裁くように起訴する、控訴権を持つ検察に対する不服の申し立てですからね。検察が行政機関ですから、その検察の行為に対する不服の申し立てということで、やはり、検察審査会は行政機関の一部と、法務省の独立した外部機関だということで、いいと思いますね。検察と検察審査会は行政機関の中に入ると思いますが、その検察審査会が最高裁事務総局から派遣された事務員で、操られているというようなことまでが、この小沢陸山会冤罪事件で分かってまいりました。私たち国民は、日本というのはもう少しまともな国だと思っていましたけど、とんでもない国でしたね。ロシアや中国では政権中枢の幹部がですね、我が国はまだ民主主義を謳歌するだけの国民の民度がないみたいなことを平気で言いますけど、まあそれは実は正直な意見でね、いいんですね。割とこうスパッと本当のことを言ってるわけですから。日本はですね、法律、法治国家だ、正しい国だ、真実をマスコミが伝えるんだなんて言ってますけどね、今日この東京地裁前に来ているマスコミも普段は真実は全く伝えないですよね。朝日、読売、毎日、富士、NHK、いろいろありますけれども、ねえ、
普段は全く真実を伝えない、放射能もダダ漏れ、陸山海事件が冤罪だということも言わない。しかしまあ今日みたいに視聴者がどっとね押し寄せる、テレビの前でみんな釘付けになる事件ではちゃんと働いてこうやって報道するんですね。まあそのあたり現場の人はね一生懸命まともにやってるんで、カメラマンにしろスタッフにしろアナウンサーにしろ現場でね現場の役目を果たしてるんですけど、やっぱり編集局ですよね。まあ三方会とか昔、まあ今もあるんですか、三方会とかありましたけど、まあ読売とか、官房機密費をいろいろと使う報道の談合を持ってですね、日本のマスコミが操られているということもこの小沢陸山間冤罪事件で非常にこう鮮明に分かってまいりましたね。まあ小沢さんが歯を食いしばって頑張っていただいたおかげで、この国が本当に嘘つきの国だということが分かってまいりました。先ほども言いましたけども、ロシアや中国の為政者は我が国は民主主義を謳歌するだけの民度がないというようなことをはっきり言いますが、日本はね政治家がそして官僚がいや法治国家で真実に基づいて極めて誠実に行っていますよというようなことを言ってますけど、嘘800だということがもうこの放射能問題とそして陸山海冤罪事件で、分かってきたところなんですね。まあ、これも小沢さんの一つの成果だと、非常に年数が経って例えば10年20年30年経つとですね、小沢一郎という偉大な政治家がいてこの日本の国の司法機構が闇に包まれていて、マスコミが真実を報道しなくて国民を騙していると、その中で政治家が一人戦ってきた、それが小沢一郎だという評価はですね、おのずと受けてまいると思います。10年20年30年経てば経つほどね、まあ、100年経つと昭和から平成に移った20年間ぐらい日本はブラックボックスだったなと、まともだまともだと言いながら日本は真実を伝えない、政府が国民を上手に騙す、そんな国だったなという評価はね定着すると思うんですが、歴史上。ただまあ私たち今を生きている人間はですね、とんでもない、早く小沢さんに総理大臣になってもらって、もともと菅直人じゃなくて小沢さんが総理大臣になるはずだったんですからね。それがまあこの陸山間冤罪事件で、その前の政権交代直前から足元を救われたわけですからね。まあ自民党内閣の最後の麻生内閣の最後っぺと言いますかね、麻生内閣における森英介法務大臣が指揮権を発動して検察を動かしたという、まあその検察はですね小泉内閣の時に三井玉城氏の検察裏金事件の暴露によって困り果てて、それを後藤田正治さんに握りつぶしを頼んで負い目があったので、この麻生内閣の森英介法務大臣の指揮権発動に従わざるを得なかった、いや検察内部にもやはり小沢一郎さんを追い落とすことが検察の全体の利益につながるという判断があったんだということ、まあいろいろと分かってまいりましたがね。おはようございます。くじ運の悪い方がどんどん出てきてますけどね、まあそんなに当たるもんじゃないですよね。東京地裁前からお送りをしております。インターネットでね、小さいこの iPhone1 本でやってるカメラにしては今174人の方がライブで見てくれていて、まあテレビ局の100分の1か1000分の1か分かりませんが、だんだんねこの数が増えていって、真実を報道しないマスコミに代わる新しいメディアとしてこのインターネットのテレビ局がですね、やはり国民に真実を伝え続けてくるんだと、今黎明期ですからね。まあ10年経てばインターネットメディア当たり前になると思います。なんで家でテレビにかじりついて、地上波を見てるの、地上波もないか、デジタル見てるのというようなことになると思います。みんなねインターネットを駆使して、テレビやニュースを撮っていくんだと思いますけれども、まあ今は黎明期でインターネットメディアがこの放射能の問題、小沢さんの陸山間冤罪事件の問題、
こういうことを真実を伝え続ける。まあ一応ね、その先頭を走ってみたいと思います。そのうち転ぶでしょうからね、あとは私を踏み越えて皆さんどんどん前に進んでいってほしいというように勝手に思ってますけどね。どんどん、苦渋のない方が出てらっしゃいますけど、なかなか当たるもんじゃないですよね。今日は10時から判決言い渡しということでかなり混雑すると思いますが、まあ、その後私はですねここで演説をした後水谷建設本社に一昨日行ってまいりましたから、この水谷建設の旧役員のですね汚職について、業務上横領と特別背任、このことについて、告発をしておりますから、この告発をですね実は東京地検が送り返してきた。本当にふざけてますよね。ですから東京高等検察庁に、この水谷建設の旧役員河村久志社長ですね、この業務上横領特別背任の告発状を東京高等検察庁に今日、提出をしに参ります。ありがとうございます。水谷おはようございます。水谷建設本社にね行って、関西人の弁護士が乗り込んできてますから、その弁護士チームの一人にね、今の水谷建設の新役員は旧役員を告訴しなさいと、あなたたちは被害者だね、陸山会事件とこの水谷建設内部の汚職事件は一枚のカードの裏表にの関係にあると、水谷建設汚職事件ならば陸山会事件はない、陸山会事件があれば水谷建設内部の汚職事件はない、こういう A ならば B はない、 B ならば A はないという関係がありますから、要は陸山会事件が冤罪であるということをはっきりさすのはですね、あの5000万円2回が供与されたという、まあ、1億円ですね、水谷建設から陸山会側に渡ったという1億円、これがですね実は水谷建設の中で使われたか、欠損の穴埋めに使われたと流用されたということを証明すれば、ただそれだけで陸山会事件は検察による捏造だったと、嘘800だったということがいとも簡単に証明できるわけですよね。まあ、このことは皆さんが分かっているわけで、まあ、今日の判決がどうなろうと、砥石一高推認判決をですね覆すまで陸山会の元秘書の3名の方の完全無罪を勝ち取るまでですね、我々、小沢支援者といいますか真実を追求する国民はですね活動をし続けるわけですから、当然活動をやめませんよね。今日の判決以下によらず、まあ、もちろん小沢さんの無実を信じ、小沢さんのもうこれは控訴棄却が当たり前なんですけどね、検察審査会の手続き法による控訴棄却が当たり前、そうでなくても無実無罪当然だということで、立証しなければならないんですが、なかなか検察もやっぱりしぶといですからね、頭のいいのが揃って、まあ、倫理試験は受けてないんですけど、一応国家試験受かったもんばかりですからね、頭はいいんです。日本のこの司法試験、裁判官もね、砥石一高とか、検察官もね、田代正広、大鶴佐久間、吉田、いろいろおりますけれども、みんな国家の司法試験は受かってるんだけど、ここに倫理試験がないということが致命的な欠陥でしたね。やはり人間として真っ当なことをするというテストが必要だったと、まあ、当たり前の小学説に基づいたテストがなければ、この国はいかに頭のいい人間がやっても結局はダメになると、ね、東大法学部卒業して官僚がこの霞が関陣取ってね支配して、そして裁判所にどん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 司法試験受かった人が行って、検察官も司法試験受かって、でもこいつらが支配しているからこの国は腐っているということが分かってまいりましたね。やはり政教分離とは言いますがね、昔日本には行政、為政者に坊主が、ね、お坊さんが僧侶が為政者のその勉強係というか傍らでね知恵袋としてついてましたからね、
そういう仕組みがいるんじゃないでしょうかね。やっぱり、徳を身につけた、善を身にまとった人がやはり為政者の中心にどっと座らなければいけないということが我々現代人の反省だと思います。適当な話で時間をつないでますけど、どん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 人が増えてまいりましたね。向こうから入るって向こうに回る。はいはい、小沢さんは被告人入場席がこの西側だと思うので、そちらに集まっている方もいますでしょうから、私はこの辺りで、生中継をしてね、この東京地裁前の様子を今インターネットで生中継してますけどね。はい、おはようございます。東京地裁前、どん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 、9時に外れた人が今出てきてるんでしょうかね。くじ運のない方が今出てきているというところですかね。はい、あ、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。インターネットをご覧の皆さん、東京地裁前です。小降りだった雨もやみまして、このままなんとか持ちそうですね。傍聴席を求める方と報道陣でごった返しております。インターネットメディアのマチカフェ TV でございます。あ、わかりました。ちょっと黙りますのでね、マスコミの方アナウンスどうぞ。ちょっとマスコミがアナウンス入れるというんで黙りますからね。あ、どうも。このこういう様子がね、判決まで10時まで続きますので、バッテリー切れの問題もありますから一旦切ります。何かまたありましたらお届けしますね。インターネットをご覧の皆さん、よいしょ、はい、おはようございます。こういう格好でね、いつもの小沢支援スタイルで、このね、背中、ね、小沢支援スタイルで、来ておりますが、ちょっとマスコミがマイクを握ったりするということなので、ちょっとコインは使えますからね、入れておいてください。こういう形でね、アナウンサーが今ね、こうやって喋ってますから、ちょっとこう演説を控えたところです。ね、優しいですよね。マスコミもね、現場の人は非常に汗流して働いているだけのことですから、やっぱり談合報道するのは編集局ですよね、三方会。読売の鍋常が一番悪いよね、本当に。あいつが腐ってんだよね、大体。で、NHK の会長なんていうのは大体、どれだけ腐ってるかで、その十分に腐りきったやつが NHK の会長になるんですからねとか言って、朝から過ぎたことばっかり言ってるけどね。そうとでも言わなきゃ収まらないような状況になってまいりましたね、この陸残会事件。本当にね、大変だ。こういう、こう機材も勉強して、将来これをパクんなきゃいけないからな。ありがとうございました。会社クビになったらネットメディアに来てください。いや、今彼がさ、アナウンスが入るからちょっとやめてっていうから協力してやめたんだよ。そういうところはね、やっぱり協力しないとな。何チャンネルだ？あれ富士じゃなかったかな？あ、違う違う、ここ富士にある。富士テレビだ。富士だったような気がするけどね。浩二さん、元 NHK の報道の音声してました。面白いね。
みんなね結構見てくれてるから切っちゃうの惜しいね。じゃあちょっとまあ、とりあえずダダ漏れに流しますかね。これね、僕ねこうやって小沢さんの顔写真つけてるでしょ。これでね入っていくと多分止められるんですよ。入っていってみましょうか。多分裁判所の人に止められると思いますのでね。まあこういう状況になるということをねちょっとお伝えしましょうかね。でこうやって撮影とかしてるとね、ダメですよ、入っちゃダメですよって言われるんですよね。あまり来ないですね。ピューって警備員が飛んでくるはずなんだけど。あ、入っちゃダメなんだ。カメラダメ。あそこから入っちゃダメなんだ。カメダメ。はい、わかりました。こういう感じでですね。取り付けた方はすいませんが、いや今さ動いてるから、はい、俺はさ足が遅いんだよ、でこういうことでね、こっから入っちゃダメだって言われるんですよね大体、皆さんしっかりねお仕事をしてるんで、良い子はこういうことをしちゃいけませんよね、国のここですね、この側溝から中に入っちゃダメなんです、カメラの撮影とかねしちゃダメなんですよ。我々がまあ税金で作ったんだけど、まあまあでもね、私は悪いことはしませんけど、国民の中にはやっぱりいろんな悪意を持った人もいますからね、やっぱり警備する方はそれなりのご苦労があると思いますので、そこのところはまあこういうことなんですよということだけお伝えしてね、それ以上、ここの現場で上がらっても仕方がないんでね、やっぱり一番悪い仕組みっていうのは根っこの方にありますから、根っこを治療しなきゃいけないんでね、あんまりこの現場でガチャガチャ言っても仕方ない。まあでも警察官とかね、裁判所 の警備の人はまあまだマシですけど、警察官とか時々のぼせたやつがいるんで、ただもの頭ごなしに言うものがいるから、そういうものは頭ごなしに私はしっかりつけることにしてるんですよね。まあそのあたり面白いと思いますから、よろしくお願いします。山梨さんどこにいるか知ってます？もしもし、はい、山梨さん、いやわかんない。ああ、確かにね。もしもし、はいはい、どうもどうも。あ、向こう側だと思う。ね、西川に入り口があるの。もしもし、え、何、うん、西側でしょ。うん、わかるんだけど、いや、だから東京地裁前でも演説をするってネットでも言ってるし、ここにも僕の知り合いとかいっぱいいるんで、すいません、後でまた、はい、このね、裁判所の中で、まあ、撮影をしちゃいけないというのは、まあ、それはそれで一定の決まりですから、そう決められた以上はそれはまあ守るということでね、あんまりやりすぎてもね、面白くないところまでやりすぎるとダメなんですよね。面白いところでやめないと、それはね、シャレにならないっていう言葉がある通り食えないですよね。はい、みんなくじに外れたのかな。あ、そうだね、くじ運のない方々が出てきてるそんなこと言っちゃいけないさっきから、放送倫理規定で訴えられるぞみたいなところあるよね。まあしかしあれだね、インターネットメディアっていうのは別にスポンサーがついてるわけでもなし、気楽でいいですよね。会社の役員に怒られるわけでもない、自分が写したいものを写して、ただまあ自己責任でね、損害賠償請求とかやられたら、飛騨の山猿さんこっち、
損害賠償請求事件とか起こされたら、そこはそれで自分で対処しなきゃいけないということですけどね。3枚確保した人がいるみたいですね。今みんなざーっと並んでね、報道の方とか、うちは2枚だ、うちは3枚だ、じゃあ だから誰が入るんだというようなね、ことをですね、今相談している、そんな様子が映ってますね。まあ、10時から判決言い渡しだから、これ10時から判決言い渡し刑事事件だから、でも死刑とそんなの全然関係ない軽い事件だから、最初にポンって有罪か無罪か言って、あとその原因の朗読ってこうなるよね。だから10時にパーって、だから誰かが駆け出てきてこんなすんだよね。誰かやんでしょ。今当たんなかった当たんなかったせっかく並んだのに。みんなね、マスコミとかマスゴミとか言うけど、現場の人はね、一生懸命やってるだけだから、やっぱり編集局長とかね、そのあたりですよ、悪いのはね。悪いっていうかさ、高知新聞もそうなんだけど、やっぱりね、記事にしても上に上げられないんですよ、会社だからね。だから高知新聞なんか高知白バイ事件で、まあ、政治部は僕には背中向けるけど、社会部とかの文化部の人とかはね、ごめんなさいって言いますよ。え、はい、何ですか。だからこの辺りにいるか、あの無実って書いてる人たちか、それか向こう側に被告が入ってくる、入廷する、もうでも入ってるだろうからね、小沢さんね。ここら辺にたまるか、この西側にたまるか、どっちかですね。話の途中でしたけど、高知新聞でね、いろいろやって、高知白バイ事件でね、大体わかる、現場の人もね、記事書いても、上層部の方で取り上げられない、言っちゃいけない、テレビにしても言っちゃいけないこと、まあでも、身のもんだぐらいになるとね、彼ぐらい の力を持てば言えるはずなんだよね、言わなきゃいけないんだよね、古立とかね。そうじゃなければキャスターやってる意味はないよね。だから各テレビ局でニュース性のある番組をやっているそのメインキャスターは真実を言わなきゃいけないよね。御用コメンテーターはですね、そのために雇われて給料もらって、無難な発言というか、まあ、陸山会事件で言えば小沢さんに不利な発言しかしないということを確認した上で、雇われてテレビに席取ってんだから、その人たちは非難してもしょうがないです。彼たちはそれが仕事なんだからね。いよいよですね。いよいよですね。ドキドキしちゃうな。みんなで無事に乗れるようにね。無罪判決が出るといいけどね。ちょっとごめんなさい、もうちょっと。ご苦労さんです。あ、ご苦労さんです。どうも。いや、そっち結構集まってるみたいで。横の。インターネットテレビ、マチカフェ TV でございます。マスコミの方、アナウンスが入るときは、こっち来て行ってくださいね。そしたら協力してやめますから。まあ、10時になったら、いろいろとマスコミのアナウンサーが喋り始めるでしょうから、今9時半ですから、9時40分ぐらいまでちょっと喋りますね。
はい、その後アナウンサーの方々入るでしょうからね、インターネットテレビの町カフェ TV でございます。おはようございます。おととい三重県桑名市の水谷建設本社に行ってまいりました。のどかなね、春の日で花がいっぱい咲いてるね、小道を通って、録画がありますから、マツカフェ TV 見てくださいね。その1日前、だから3日前にはですね、大阪北浜の、弁護士事務所、天野勝人弁護士が所属する北浜法律事務所に行ってまいりました。大阪市北浜ですね。ここはですね、水谷建設の再建策をチームで練っている弁護士チームがここに全部所属しているんですね。陸山会事件に関心のある方はなぜ私が水谷建設本社そして関西人弁護士と協議をしてきたか分かると思います。陸山会事件は水谷建設元会長の水谷勲の指示によって、その頃の会長、社長の川村久氏がですね、5000万円2回を陸山会側に供与したと、現金で、裏献金したということが基礎になっております。まあ、この事案がなければですね、単に、もし間違いが仮にあったとしても、この前のですね、総務省で政治資金規正課でですね、政治資金規正法の31条をもって訂正をすれば済むんですね。これが政治資金規正法の24条1項ですけどもね、虚偽の記載だということで検察が処罰規定にかけている。ここですよね。大体31条にはですね、私これ総務省に意見書も出したんですけれども、総務大臣はその権限を持って事実と異なる記載についてね、説明を求め訂正を求めることができると書いてるわけです。自民党時代は政治家の政治資金規正報告書にはですね、虚偽とおもしき記載があっても全部訂正で、済んできたんですけども、政権交代直前のこの当時の民主党代表の小沢一郎さんの政治資金規正法に基づく報告書だけが政治資金規正法24条のですね、虚偽記載だという判断をされた。その判断をですね、検察がしてしまったもんだから。でもね、本当はこれは先に法務省が判断すべきなんですね。ここに法務省の怠る違法がある。わかりますよね、皆さん。怠る違法。せーのとか言ってね、誰も言わないね。怠る違法。ねえ。官僚、この官僚が支配する霞が関、ねえ、役人たちがやるスペードのエース、それはですね、やるべきことをやらない、怠る違法と、これが霞が関を支配する我々国民を騙す官僚の得意技なんですね、皆さん、怠る違法。この陸山会事件でも、総務省の官僚がですね、麻生内閣当時の総務大臣は鳩山邦夫ですね、鳩山邦夫、あの当時の総務大臣、目立ちたがり屋でね、自民党飛び出るとか言ってピコピコしてましたけど、あの当時の総務大臣がこの本当は陸山会の事件最初にですね、総務官僚に指示して説明を求めてきなさい、もし間違いがあれば訂正でいいんじゃないかと言えばよかったところですね、黙っとけよというふうな形になったわけですね。鳩山邦夫が黙っとけよと口から言葉を出したかどうか知りませんよ。それ以外ありえませんけどね。どうしますか。いや、検察に任せとけばいいんじゃないのという、こういう総務省の中の怠る違法がまずあった。ここでまず指摘をしておきたいと思いますね。まあ、それから、おととい、そしてその前と大阪、三重県桑名市、水谷建設の本社、そしてその関西人弁護士のいる法律事務所に行って、告発状を手渡して、
水谷建設の再建を試みる新しい役員と弁護士は被害者として旧役員をですね告訴せよ。元の会長の水谷と元の社長の川村が陸山会側に渡したという5000万円2つ1億円は事実として陸山会側に渡っていないのだから、その証拠は全くない。であれば旧役員による横領背任事件だ。そこをまず会社内できっちり調べればわかるはずだから、その事実関係を調べてですね告訴しなければいけない、このいうことをね、申してまいりました。参考に私の告発状をですね写しを渡してまいりましたので、弁護士は読めばすぐわかると思いますが、あのねもう読んでました。言ったらね、私マチカフェ TV というブログを書いてまして、皆さん知ってるかと思いますが、アシュラという投稿サイトにいろいろ記事を投稿するんですけどね、水谷建設本社に行って弁護士が出てきました。えらく時間かかるなと思ったら資料どっさり持ってね、それ見たら私のブログのコピーだったですね。面白かったけどね、まあ読んでくれてるみたいですね、ありがとうございます。そして、一市民 T さんというですね、これもブログを書く一市民が切るというブログを書くね、一市民 T さん、彼がですね最高裁の事務局の方に行くとですね、マチカフェ TV はけしからん、検察審査会を隠し撮りした、撮影して、公開しているけしからんということでね、また最高裁事務局の方もですね、マチカフェ TV に、ご着目いただいているということでね、なお一層頑張るモチベーションが高まったということですけどね、まあ、その水谷建設本社に行きますと弁護士がマチカフェ TV のブログも告発状も読んでくれてましてね、話はトントンと進みましたが、まあさすがにね分かりました、私たちは告発をしますということはおっしゃいませんでした。ただし弁護士さん、やはり債権者にですね390億の不良債権をですねほとんどを棒引きさせる、そして債権策を練る、そういう時にあたってですねきちんと真摯な姿勢で真実を明らかにしなければ、やはり国民は見てるから、この水谷建設だけが、臭いものに蓋をして隠したいものを隠して、真実を隠して生き残るということは許さないと思うよ、大変なことになるよ、国民は見てるよというふうに言いましたらね、そうしますと水谷建設の内部で詰めている弁護士はですね、旧役員の責任を今調べております、これは水谷建設に関わらずどこの再建策をする場合でもしっかりと調べ上げるものですから、それは法律に基づいてやりますということです。ですから年末に水谷建設の再建策が発表されるわけなんですが、この今年の今からこの夏にかけて水谷建設内部でですね、あの失われた1億円の行き先ですね、どこに行ったか、いうことが調べられるわけです。まあ、この水谷建設の内部の横領背任であるということがはっきりすれば、小沢さんのこの陸山会事件、秘書3人のですね、砥石以降の推認判決をも覆す決定的な証拠になると、まあ、確信しているわけです。まあ、このことについて後でまたこの東京地裁前から移動して東京高等検察庁に今日は告発状を出し直しに参りますので、お時間のある方は私にですね、お付き合いをください。この東京地裁から離れた後は東京高検、東京高等検察庁の方に水谷建設に対する告発状をですね、提出しに参ります。一回東京地検に出したんですけど送り返されましたんでね、不届きだということで東京高検に、再提出をして、書面は見させてもらうという返事をいただいてますのでね、東京高検の方に、私は参りますので、
あとで、お時間のある方はですね、来てくださいね。よろしくお願いします。そしたら約束の10分間喋りましたので、あとマスコミの方々のアナウンスも入ると思いますから、この東京地裁前の私の演説はですね、判決の後また行います。10時に、そうですね、10時に判決言い渡して、まず控訴棄却あるいは無罪、この控訴を棄却する、もしくはその内部に踏み込んでもね、有罪か無罪か判決があってすぐに、中から人が出てくると思います。10時を過ぎたらね。それから理由の言い渡しが長々と続くと思いますのでね、10時過ぎには小沢さんについてのですね、控訴棄却あるいは無実という判決が出ろうかと思いますが、まあそれ以外のね、忌まわしい判決が出ないことを望んでおりますけれどもね、はい、よろしくお願いします。そうしましたら、マスコミのアナウンスもこれから入るでしょうから、10時過ぎの判決言い渡しが出るまで私はここにいる現場の皆さんとご挨拶をしたり、いろいろとね、でもせっかく集まってくれたら一回叫びましょうかね。ねえ、ちょっと私は一人で叫びますけどね、暇な人は一緒についてきてください。はい、陸前会事件は冤罪だ、陸前会事件は冤罪だ、小沢愛一郎さんは無実だ、小沢愛一郎さんは無実だ、頑張れ小沢、頑張れ小沢、負けるな一郎、ありがとうございます。やっぱりこういう流れになりましたね。別に計画をしていたわけじゃないんですけどね、いつの間にか皆さん集まっちゃってね、もうちょっとマスコミとすいませんね、やめようと思ったけどみんながほらやれって言うから、普段あなたたちほら上層部の言いつけで真実放送してないからしゃあないよね、ちょっと私に任せなさい。マスコミは真実を報道しろ、マスコミは真実を報道しろ、陸残会事件は冤罪だ、陸残会事件は冤罪だ、ミノモンター嘘をつくな、ミノモンター嘘をつくな、ズバッとやめろ、ミノモンター嘘をつくな、ミノモンター嘘をつくな、陸残会事件は冤罪だ、陸残会事件は冤罪だ。
三回事件は冤罪だ、13回事件は冤罪だ、検察による捏造だ、検察による捏造だ、検察は捏造を認めろ、検察は捏造を認めろ、小沢さんも秘書も無実だ、私すぐ言い渡されて、まあ、その後ごちょごちょすると思います。その後でまたやりましょうね。どうも皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。あ、やっぱりこういう流れになっちゃったね。あ、そう、こうなったらマスコミも報道するから偉いんじゃないの。ミノモンタさん、名誉毀損による損害賠償請求は藤島敏久宛てによろしくお願いいたします。喜んで受けて立ちますので、ミノモンタさん、実名で、私を裁判で争ってください。よろしくお願いします。私は弁護士いりませんのでね、受けて立ちますよ。はい、よろしくお願いします。いやー、風呂入って男前にしとってよかったな。いっぱいいるね、今日は。ちょっとですね、街の怒りの声を聞いてみたいと思います。誰かマチカフェ TV に怒りの声をぶつけたい人はいますか。坂本さんどうですか。はい、いつもご苦労様です。喋ってみますか。いいですか。やっぱりカメラを向けられるとみんなこう、かわいい顔になっちゃうんだね。あ、どうもこんにちは。10時にすぐ出るんじゃないんでしょ。10時から10時にね、すぐ判決出ると思います。有罪とか無罪とか、その前に控訴棄却とか出てですね、それで中からピュッと誰かが飛んでくるんですよ。飛んでこなかったらどうなっちゃうの。飛んでくる、それは。それで、あと、理由の言い渡しってダラダラダラと長いの。ねえだろうな、言うことないけど、無罪ってまさかってことないだろうね。え、まさかって。まあまあ、無罪を信じるしかないよね、今はね。どうこう言ったって、あと、15分ぐらいで、10分か15分で出るから。無罪やると警察が大変だからさ、あいつら本当に。ちょっとですね、バッテリーを充電しますので、マチカフェ TV をご覧の皆さん、ちょっと一旦切ります。大勢来てくれてね、大にぎわいで、商売繁盛ありがとうございます。増えたってあんまり俺の給料もあるわけじゃないけどね、ちょっとバッテリー充電します。今ね、延べで1179人が見たからね。いや、マチカフェ TV もメジャーになってきたな。ありがとうございます皆さん、バッテリー充電です。